ございます。おはようございます。今日は秒速ドリーマー映像版撮影初日です。監督どうでしょうか。はい、今日はこの公演で撮影スタートということですけれども、いやでもやっぱりね、その、はい、劇団スカッシュ、はい、結構晴れを持ってるんで。なるほど、いいですね。やっぱその晴れ感はすごく素晴らしい。そうですね、いい天気で良かったですね。撮影初日、鉄郎役の大塚優也さんです。顔もいい感じですね。髪が、はい、でもずっと油っぽいもんね。油っぽいです。いやだってその油っぽいんじゃなくて油を塗ってるんですから。なんかワセリン、もうワセリンを塗ってるんですよ。ワセリンってボクサーがつけるやつ。そう、いや哲郎がつけるやつ。いやいや、瞳子役の上田理恵さんです。おはようございます。よろしくお願いします。顔どうしたんですか。殴られちゃったんですか。ムカついたんですよ。殴られました。生意気なんですよ、その女優が。あ、監督が殴ったんですか。生意気だから。なんか、できません。ほら、やっちゃうんだから、そうやると。イエちゃん、いつも女優さんなんだから。さあ、今ですね、監督がホワイトバランスを取っております。5800円。5800円です。5800円。5800円。汚れてますね。うん、すごい汚れ。水虫じゃないか。俺も。重要なとこでしょ。ちょっと信用してない感じの振り向きでしたけど、水虫ではないそうです。いい情報ですね。はい、プラス要素。この作品の。今日は秒速ドリーマー撮影2日目です。海でね、はい、晴れのシーンなんですよ。辻堂海岸に来ております。喋、はい、ってたらどんどん晴れてきたよ。そうでしょ、晴れ男。やっぱ回すと違うのよ。なるほど、ネジをね、ネジを回してキュッ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 と使われるかな。一番最初の世界って素敵だよねから撮りたい。皆さんがうおーって言ってる向こうに俺が現れるっていう、はい、うわあたしのために喧嘩しないでよ。してねえよ。2日目終了でございます。お疲れ様でした。いや何よりもやっぱ寒かったですね今日は。今日はシャツ1枚で。寒いっていうのと、はい、寒いっていうのと、いや、そのピンマイク別にアピールしなくてもいいんですけど、寒いっていうのと、はい、雨降っちゃったっていうダブルパンチ で、撮れる時間帯がもうめちゃめちゃ少なかったんで、はい、絵コンテの絵にすごく沿うようには撮れなかったんですけど、でも、やれる限りのことは、はい、まあ、やれたと思ってるんで、はい、まあ、やっぱり撮影ってこういうところありますよね。そうですね。今日は3日目に、3日目です。撮影3日目。僕らみたいな人たちなんですけど、はい、一応僕らではないということで、ちょっとその配置もまたわざと変えて、はい、でいきます。本番3、2、1。それに最初からいきましょうか。はい、はい、今度 OK です。次はじゃあいきます。はい、乗った。すごい、すごい、俺今目に膜ができてる。俺初めての経験だもん。撮影3日目、はい、撮影3日目にして、おいよ。3、2、1。
ありがとう、はい、カットよし。あ、おはようございます。今日は最終日、はい、編集最終日という撮影最終日です。今日でもね、いい感じですね、曇り、はい、この間雨若干降ってるところからの、はい、だんだん晴れてきたって感じになると思うんで、はい、あっちの方がキラキラしてんすよ、海が。あっちの方がキラキラしてると。そうです、だから今日はいい感じで撮れるかなと、はい、で今日はスペシャルゲストにデカキンさんがね、デカキンさん来てくれました、ありがとうございます。ハロー YouTube、 どうもデカキンです。イエイ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 、パフ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 、イエイ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 。なんでハイタッチ求めてないんだよ俺。本番、3、2、勝ちとか負けとかどうでもいいんじゃない、あんたが面白いと思う。マジ OK ですよ。あ、よかった、完璧な演技でした、よかった。あとスマイルは欲しいです、スマイル、最高のスマイルで、口を大きく開けてスマイルすると思います。あ、ごめんなさい、やめましょう。待ち時間多かったじゃないですか、はい、ツイートしたんですよ、実は黄昏れてる写真をツイートしたんですよ、はい、海に来てます、黄昏れてますっていう、ほら海に来てます、黄昏れてますっていうのをこうツイートしたんですよ、はい、はい、え、一発目に来たコメントが面白かったんですよね。何ですか。ちょっと今、なくなっちゃいましたけど。面白い作品作れば再生回数なんてついてくるんだ。一個一個ちゃんとなんかこいつの思いが置いてった方が哲郎が言ったみたいに言った後にこっちに乗ってくるから、ただただ熱い思いがずっと続いてほしいから、なんとなく再生回数なんてかけないとか言ってる時もちょっと抜けちゃうと、ちょっと抜けちゃうんだ、はい、さあ、はい、ラスト2シーンの撮影が、はい、ブレイカーのオフィスで執り行われる予定でございます。中田さん、ゆうやさんは、先ほど事務所のシーンでクランクアップということで、お疲れ様でした。ありがとうございました。長い間、はい、お世話になりました。その太一としての感動は、太一としての感動は、今回の作中に太一、はい、って呼ばれるっていうのはやっぱ一箇所だけ、一箇所ありますね、一箇所あります。誠っていうケンちゃんの役の方が、ね、はい、多分ない。いえ、僕も一箇所。あ、あるんですか。太一は二箇所あります。ちゃんと台本読み込んでるんですか。あ、そうか。監督切れてるよ。あ、監督が切れてます。台本読み込んでんの。はい。いや、読んでます。お疲れ様でした。哲郎さんの思い出としてはあれですか。どこが一番思い出深いですか。一番の思い出。はい。嫁ができたところじゃない。あ、そうだね。今回。嫁。あ、なかったっけ。あそこ牛乳をかぶってたじゃないですか。 あれは、はい、あれ本当の牛乳ですか。あれは、え、そうですよ。臭くならなかったんですか。超臭かったっすよ。うわ、今はどうですか。どうですか。あ、カニだ、カニだ、真っ白になった世界が、あのコンタクトして したことないんだけど、はい、膜ができてる牛乳の、あ、目の中に入ったんですね。そう言ってたんだ。だ、俺そういうの初めてだったから。なるほど、すげえ楽しかった。あ、でもスケモト公開ではそれ普通なんでって言われた、うん、あ、メイクするたびに真っ白だよ。あ、さあ、いい男になります。隙間男に続いて、出演していただく、あ、森さんかっこいい、タイガーの長山、森平さんです。精一杯頑張ります、よろしくお願いします。近いな、カメラに。カメラに近い。距離感、距離感。さあ、続いて、野中慎吾です。隙間男に続いて登場でございます、よろしくお願いします。はいはい、OK です。はい、先に両辺の抜きだけちょっと取らせてください。はい、土下座フォームを作っての、土下座フォームを作っての、土下座フォーム、はい、土下座フォーム。全然難しそうだよね。立ち上がった瞬間のゆっくりのところってこれどうやってる。あ、クランクアップです。お疲れ様です。まずは映像版の方が、はい、クランクアップということで、はい、お疲れ様でした、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。映像制作集団のお話ということで、うん、はい、なんというか劇団スカッシュの、内情に近いような作品だったと思うんですけれども、うん、そうですね、もう本当に一番最初のこの話を作ろうと思った原点が、なんかまあその YouTuber の、はい、YouTuber ってちょっと文化になりつつあるなと思ってて、なるほど、でなんとなくそういう話を作りたいなって思ったところが、はい、まあ、元々の原点なんですけど、まあ、それで自分たちに近い話が作りたいなと。なるほど。内情を見てほしいというか、元々この話を書きたいなと思ったのが、まあ、はい、ブレーカーに佐藤さんっていうのが
あのすごくお世話になってる人がいるんですけど、はい、まあスカッシュだけじゃなくていろんなクリエイターの YouTuber の表部分だけ取り上げられてて、あんま裏の部分って取り上げられてないよねっていうことを言ってたのがあって、まあ、佐藤さんは佐藤さんでそれの企画を立てたりしてるんですけど、はい、なんかそうだなと、うん、なんかそういうのって面白いな、はい、そういうのやりたいなっていう最初のきっかけがあって、はいはい、どういうことで苦しんでて、どういうことで一喜一憂してるかみたいなのを書きたいなと、はい、舞台版の方にはどういう感じでつながっていくかっていうのは、あ、そうそう、で、YouTube 版はやっぱり YouTube の人が見るんで、はい、あ と思って作ってるの、むしろ。なるほど。 YouTube の、はい、を見てる人が見てくれてると、はい、だから YouTube の人にちょっと分かりやすいというか、はい、YouTube の人が食いつきやすいようなイメージで書いてるんですけど、はい、良平っていう人が事故ってしまって、はい、はいはい、そうですね、うん、でまあそれに対してみんなが、まあ、どうなっていくのかっていう話をちょっと書きたいな、はい、舞台版はあの結構舞台版で始まって、はい、舞台版で終わるっていうものを作りたいなと。分かりました、思ってます。はい、では秒速ドリーマー舞台版も合わせてどうぞ皆さんよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。じゃあ舞台版頑張ります。よろしくお願いします。こんにちは、劇団スカッシュです。はい、皆さん秒速ドリーマー見ていただいて本当にどうもありがとうございました。この後、まあ、舞台をやるんですけれども、はい、舞台の時に物販をやります。お、まあ、これとかこれとか、これも、あとか、あと秒速ドリーマー用の T シャツとか、まあやるんですけど、まあそういうのもちょっと限定販売なんで、なんか細かい詳細は全部セカンド動画を見てください。はい、さらに、今チケットの売れ行きが大変良くてですね、そのおかげでですね、追加公演決定しました。11月28日の土曜日の夜公演19時からが1個増えたのと、19日の日曜日の昼公演14時からのが増えた感じになってます。はい、それとですね、まあ実は今回100円さんを3人呼んで、出演者、はい、まず最初1人は金田周平という隙間男で、うん、あのフランケンシュタインみたいな役やった隙間男の役なんですね。でもう1人、三枝夏樹さん、はい、まあモデルとかね、女優さんとかやって、スケバトコ1では、スケジマさんのやつに出てます。あ、そうです。で、最後に、スーパーケースとかやって、感じになってるんで、はい、そのお誘いをね、いただいたんですよ、なんと。いや、そうです。ちょ緊張します。ちょガチで今回絡む感じになるんで、ちょ、威圧感すごいです。いやいやいや、なんでね、瀬戸さんも交えて、今回、秒速ドリーマー、盛り上げていきますんで、ますよ。皆さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。